こちらフリースケールの提供しますマルチコア DSP H.264 の SVC のデモになります。こちらですね、HD のカメラソースのデータを取り込みまして、こちらですね8256の、ADS をでエンコードをしております。で、その、8256 ADS のイーサネットの口から、イーサネットケーブルを返しまして、デコーダーの方へデータを、パスします。そちらの方の出力を、カメラの出力として、画像を出力端の方に出させていただいています。でイーサネットを返しておりますので、イーサネットの帯域によりまして、フレームレートが、多少変動していきます。ただ、フレームレートが変動しても、SVC の技術によってモニターしている人が、それほどストレスのない、画像を確認するということができるデモになっています。ですね、こちら PC がつながって、イーサネットを通して、PC がつながっているんですけれども、こちらの方ですね、GUI のツールがありまして、こちらの方のツールによりまして、擬似的にイーサネットのパケットドロップを、擬似的に、作り出すことができます。で、最大0から 20% までの、パケットロスを発生させることによって、でも、再生側で、ストレスフリーなそういったその画像の再生ができるようになっている SVC のデモになっています。8256はですね、こちらに見ていただきますと、ブロック図があります。8256というのは、6コアが、クラスバスを通してつながっている製品になっています。こちらの方はスケーラブルな製品ラインナップになっておりまして、1コアから6コアまで、これと同じようなアーキテクチャで、1コアから6コアまでのラインナップになっています。高速外部インターフェースに関しましてはシジャルラピド IO、PCI Express、ギガビットイーサなどがありまして、こちらのデモでは PCI Express とギガビットイーサネットを使っております。で、こちらのデモでは、720p の、HD 動画の、エンコードデコードをしておりますけれども、弊社の提供します、コーデック、最大は 1080p までサポートしています。で、最後になりますけれども H.264BP、MPEG2、MPEG4、G.729、AAC などの30種類以上の、メディアコーデックが、フリースケールから提供可能になっています。